電気消しましょう。怖っ。いやちょっとこの雰囲気やばいで。これやばいわ、これやばい、これやばい。と、テイクと、テイク。ラー、はい、ラーナイト。かすかな声、ちっちゃい。誰も方聞こえなかったし。ラーナイト。苦労してるけどすんなお前。今日は秩父のおじいさんから持ち込み企画が、はい、おー秩父のおじいさん、もういいから地元もうバラしたんだから。さつきさん、はい、今日はどんなネタを持ってきたんでしょうか。はい、はい、心霊ハウスにてナイトショットで心霊写真鑑賞会をやってみたい。やばい、めっちゃ怖いよお前それ確定。ええやんそんな。やばそうやん。視聴者の人はもう大好物みたいな企画ですね。好きよね絶対。もう好きなワードポンポンポン3個くらい来てる。はい、事故物件心霊写真ナイトショット大好き大好き、もうよだれだらだら。いいとこ取りだよ。四天王のうちの3大トップです。出てる出てる。ナイトショットでも真っ暗にして、ナッツ今日は心霊写真用意しましたので、はい、怖いな。こちらを見ていきたいと思います。はい、心霊写真の企画過去に 1,2 回やってるんで、はい、こちら概要欄から見てみてください。見てみてね。電気消しましょう。ナイトショット。いやもう、はい、それはまずいよ。ショットナイツ。さあ、ということで、はい、怖っ。いやちょっとこの雰囲気やばいで、隣に誰か座ってそうな感じあるね。はい、ここやばいよね、だからね。何言ってんだお前みたいな目見ないで。ということで、じゃあやっていきましょう。はい、はい、一つ目です、はい、本日もね、だいぶ怖めの用意してますので、おい、よいしょ。皆さん、まずどれか当ててください。はい、あれこれはね、あ、いい写真じゃない。わわかんなくね。わかんないでしょうか。わかった。あわかったわ。あー低い感じか。あー見えた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 。うわ、捉えました私。女の人と男の人の間のこの足ですよね。ぶっ、え、え、違う、え、違うんです。え、おかしくれろってこれ。これは多分普通に後ろに人がいるっていう、え、まあ引っ掛けみたいな感じですかね。うん、足の部分、まあ変っちゃ変なんだけど、うん、え、それ以外ある。なんと手がおかしな位置から繋がれてるんですよ。本当だ。本当だ。うわうわ、本当だ。向き完全おかしい。キモい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 。え、どうなってる？ねじれて、あ、男の人の？どの？違う違う違う。こっから出てる。これ手だよね、女性の多分。だからこう掴んでるよ。あ、なるほどね。女性は。そうそう、そういうこと。腕を掴んでるんだよ。そういうこと？そうで、手伝い。でもこの男性はデートなのにもかかわらず、全く知らない幽霊のような雰囲気を掴まれて。うわ、マジで。ちっちゃすぎて無理なんですよ、こんな、こんなところに人が入れない、うん、子供っていう説ある。こっから手を繋いじゃってる。うわー、え、気持ち悪いな。あれじゃ、後ろの人親なんじゃない。親って、うわ、え、この影ってことね。あーなるほど。はいはいはい。うわどうしても行きたかったけど行けなかった方の例とか。あ、今のところ現象は、現象は起きてない。俺らはまだ序盤なんでね。では2つ目で署名つぶっていただいて、はいはい、どうぞ。あ、駅だね。駅だね。ホームっぽいね。うん、わかったわ。見つけてしまいましたか。うわ、これ意味わかんない。やばいよね。わかった。俺も発表していきます。はい、こちらですね。ホームにいるんです。うわー、やばー。え、こっち、意味わかんない。ホームやばいでしょ。自転車みたいな。え、ホームこれ。自転車もある、自転車もある。あ、だよね、だよね。自転車あんのもキモいよね。頭あるそれ。頭ないよ。ないよね。人身事故で亡くなった男の人っていう感じな。男の人っていう感じな。っていう感じな。っていう感じな。そもそもチャリがよくわかんない。うん、確かになぁ。え、このところにチャリあんない。うん、物まで来ちゃってる。いたして、うん、はい、ということで、あー、もうやめてや。続いて3番目いきたいと思います。そんな元気に、どこにアクセント置いてんだ。そうだね、あなたの立ち位置は俺らをビビらせることが楽しいんだもんね。そうね。やべ、警戒していかねえな。3番目いきたい。あー、それはずるいぞ。やばい、いかにも。はいはい、あったあった。てか、まずやってることやってること怖いのよ。何してんの。うわー、これすごいぞ。全然俺見つけらんない。完全だ。うわー、めっちゃ、やばいわこれ。目目やっちゃった。皆さんも見つけたでしょうか。こちらでございます。うわー、不気味すぎたらそれ。
白黒の顔が映っている。これやばい、やばいわ、これやばいな、完全にやばいですね。うわ、うん、子供っぽい顔じゃないのか、なんか子供っぽいっちゃ子供っぽいし、お食事だ、そう、俺も思った、この年代の幼さの顔じゃない、うん、まあ、でもこれ、子供に見えますよね。はい、え、見える、見えます、見えます、あ、見えるよ。実はですね、お母さんもいるんです。え、見える、肩のところか、肩のところにお母さんの顔がある。本当だ、マジだ、マジだ、聞いてみた方が見やすい。そこに目取られてたらそっちにもいた。だいぶ怖いですね、これ。怖い、怖い、怖いです、怖いです。ちょっとだけ慣れてきたわ。確かに本当にあの最強の体勢持ってる。4枚目に移ります。今のところ特に現象は起きてないという。そうだね。どうぞ。うわ、怖い、これ怖いね、怖い、ちょっとこういうの苦手なんだよ。あー、怖い、こういうのは持ちたくないんですよ。うわ、なに、なに、なにこれ、どうなんで、なんでそうなった。でも俺一瞬ね、正面向いてる顔に見えたんだよね、これ。これが目で、これが目で、これが鼻で、これが口で、歪んで正面向いてる顔みたいな。どう覚えたらいいですか。あー、まあ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 、もう今んとこ異変ないですか。ないけど、そうね、音も特にはまだ気になるって言っちゃった途端ね。ちょっと今ミシミシだけどね、言ってた途端ね。続いてまいりましょう。はい、どうぞ。うわー、いや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 、すげえな。めり込んでんだか、この隙間に立ってんだか、うん、それとも顔だけ浮いてる感じなのか。うん、まあ合成っぽいけど、もうそう、俺だそうね、左奥がちょっと不自然だね、うん、まずどんな写真っていう、うん、何を目的にして作られてるのか分かんない、うん。それでは6枚目に参ります。はい、こっから怖さ一気にグレードアップしていきます。すごい。6枚目どうぞ。なんか、なんだこれね、マンション、玄関、うわー、出たー、こういうの一番怖いわ。うわ、こういうのやばい、ほんとやばい、えぐいっす。あー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 、見えた見えた見えた、こちらですね。ああ、ああ、うわ、顔や、うわ、もうなんか一番怖い、俺が嫌いな顔だもん。うわ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 、そう言ってるって怖いよね。めちゃめちゃ青白い顔、きついっすね。しかもこれなんかロビーかなんかよくあるあのガラスだよね。あれって結構分厚いじゃん。こんな目ってはっきりああいうガラスって映んないから、ね、歪むからね。ああなるほど。やらせだとしても絶対怒んないから、怒んないから。こんなとこ撮ろうと思ったんですか。まあ確かに一説によるとここにも何か映ってるって感じらしいんですよ。あーなんか、まあ、なんか不自然なとこあるね。なんかちょっと赤っぽいもんね、なんか、うん、最後7枚目ですね。うわー、最後ね、最後はちょっとマジシャレになんないやつです。どうぞ。うい、なにこれ。あーなんか分かった、うわ、分かった、うわ、うわ、これやばいわ、これやばい、これやばい、これ引きで見た方がいいやつ。マジでやばい、うわ、これすごい。え、絶対これ関係ある、この赤いの関係ある、関係ある、これマジやばい、関係あるの。そういうことか、多分それだよな。その反応多分違うよね。いや、結構これがっつり入ってる。まだ分かってないね、3名の方、はい、あ、目つぶってもらって画像引きます。あー、あ、えー、え、そういうこと、え、え、え、マジでこんな映るやつ、そういうこと、でやばい、うわー、やばい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 、こんな映ることあるの。相当強い例だよこれ多分。いや、白目がないのがわけやばい、本当にやばい、うん、まあこういうことですよね。うーわ、うわ、見ない、これやばい、あー、ほんと危ないよ、危ない、呪われてた、マジでこれ危ない、マジで危ない。以上が7つですね。いやー、最後はちょっと最後衝撃すぎて、うん、なんかもうそれしか頭に残ってない、うん、なんか現象は感じました。やっぱそこのミシミシ言ってんのと、うん、エアコンの隣ぐらいのカチカチぐらいかな。俺はなんかカーズの光ってるのがあのチカチカしてるような気はしたけどね。だ、多分してた。へー、うん、あ、まあちょいちょいね、ここもコメントあるからね、うんうん、俺はちょっとドーンって聞こえてくる。どこで、上で、上、そちらもうなんかみんながビビってる時らへんちょくちょくってなんか女みたいな音がしてましたけど、あ、あ、なんかかもしんないっていうのはあった、ね、なんか超ちっちゃいけど、ね、かもしんないっていうのあったね、みたいな、うん、わかんないけど、ちっちゃいのが 2,3 個聞こえた気はした、うん、俺また入ってんじゃないっすか。いや、なんかそう怖い、うん、そうですね、ということでじゃあ以上、心理写真は以上になります。はい、はい、このね、ネタ出さなきゃよかったです。暗いのってダメだね、倍増するね、怖さ。なんかこうやってなんかもうみんなの顔見てるだけでちょっとなんか怖い、なんか
いや、なんか後ろになんかいそうな感じするもん。うわ、そういうこと言うなよ、お前。最後にね、ここで心理写真撮れないか、この状態でインカメかなんかで3枚ほど撮ってみきましょう。俺の携帯は嫌です。タボの携帯。なんでよ。なんでよ。言わなきゃよかった。もうやだわ。ではまずそこの誰かいると言われてるところとタボの1枚ですね。まさかのこんだけメンバーいて俺っていうね。俺だけっていうね。いや、ほんとこういうの怖いんだよな。ちょ、あえてふざけようか。いい。うわ、いそう。ちょっといるポジション開けてる。うわぁ、うわぁ、さぁ、ちょっと一旦見てみますね。あ、一旦見るか。バンバン見せてくれるな。なに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 、怪しいのが。あ、わかる。あ、俺も思ったよ。俺も思ったよ。あ、それわかる。ここら辺顔、うん、いや、レボのニットらへん、ぽい、ぽいんじゃない、ぽいんだけど、次は全くないのよ。鼻筋みたいなの見える。うん、そう、なんかちょっともやってるよね、顔っぽいよね、それ。タボなんか覗いてね。マジ、あ、でもなんか白いもやがかかってる。なんかもやもやあるね。うん、これ顔じゃない。え、顔でしょ。え、どれどれどれ。あ、まあ見えるわ。いや、たぶんさつきと見てるとこ違うけど、たぶんこれ明るくする人がいれば画像ね、めっちゃ、まあおかしいですね。動画にね、映っている可能性高いですので、はい、はい、何か見つけましたらコメント欄までよろしくお願いします。お願いします。そんなホラー企画やってほしいってありましたらコメント欄かツイッターまでよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、通知登録もよろしくお願いします。お願いします。次のホラーナイトでお会いしましょう。バイビー。バイビー。男の人っていう感じな、うん、っていう感じな、うん、っていう感じな、うん、っていう感じな、うん